銀玉無双。ちょダメですって銀さん、マジで怒られるから。あれ、なんか違った？絶対わざとだろ。スゴロクですよ、銀玉のスゴロク。待ってるよ。たださ、ちょっとタイトルがシンプルすぎじゃね？物足んねえよ。ほんとね、新八のいないメガネみたいある。ちょ、売り上げ倍増するようなサブタイつけようぜ。今からですか？発売まであと少しなんですけど。銀玉のスゴロク、奇跡のゲームがいいある。パクリじゃねえか。いや、でもよく考えてみろよ。際どいネタの数々、度重なる謝罪、発売できること自体が奇跡のゲームだよ。そういう意味でサブタイつけないからね。ドキ、美少女だらけの銀玉のスゴロク、ポロリもあるよ。で、行こう。ゲイちゃん天才ね。それなら30万本は売れる。ある。もういいです。 PV の続きに戻りますよ。物語の舞台は江戸で大流行しているバーチャルスゴロク。銀魂ならではの悪ノリ、パロディネタ満載のはちゃめちゃなスゴロク世界を僕たちが駆け回るんです。いや、駆け回るったってスゴロクでしょ。道決まってんじゃん。もっと戦場とか縦横無尽に駆け回りたいんだけど。私もレッツパーリーしたいやる。それがただのスゴロクじゃないんですよ。様々な効果を持つカードを使ってライバルを出し抜いたり、マップ全体を巻き込む危険なイベントも発生するんです。ダメガネが私にかなうと思ってるあるか。バトルの勝敗はサイコロの運次第なので、僕だって負けませんよ。続いてステージをちょっとだけ紹介します。もったいぶらずに全部見せろよ。なことしてたら日が暮れるわ。いいよ、どうせ暇だし。世の中の人は僕らみたいに暇じゃないんです。このゲーム買うやつなんて暇なやつに決まってんだろうが。まるでダメなお客さん、略してまだ終わる。お客様に向かってなんてこと言ってんの。ステージごとに勝利条件が違うので、どのステージも新鮮な気持ちで楽しめますよ。バンナム覚悟しや。ちょっと姉上、 EV でもほとんど出番ないからですか。ちょっとどうすんのこれ。騒ぐんじゃねえよ。とりあえず落ち着いてタイムマシンを探せ。あんたが落ち着け。私に任せるよ。なし、おちゃお、戻った戻った。金玉編も入ってるあるな。成績によってもらえるポイントでカードや引きの強さがアップ。さらに条件を満たしていけばコレクションシールがもらえるんです。なしでコンプリートできる新設設計ある。さらにライブ 2D で僕たちがアニメのようにぬるぬる動いたり喋ったりするんですよ。生きとし生ける全てのバカどものことだ。もうダメある、世界の終わりね。マジでメガネだけになってるんですけど。運命の赤い血毛でつながっているものなのさ。足りないもの、マヨネーズだ。死ねえ土方。ズラじゃないカツラだ。スゴロク世界に閉じ込められた僕たちの前に現れた一人の女性。私に似た男を見なかったか。俺はこの世界を終わらせなければいけないんだ。回り始める運命の歯車。俺は強いやつと戦いに来ただけさ。やっと来たかい。また随分と遅かったじゃねえか。高すぎ。ロクヒコ待て、話はまだ。スゴロクに隠された秘密とは一体。何そのテンション、こんなゲームだったっけ。これならズラも一人でスタンバってる時にやり込めるあるな。もちろんみんなで集まって対戦することもできますよ。はい、ということで本格 3D 対戦型スタイリッシュアクション RPG が登場。長えし一つもあってねえよ。最後くらいちゃんと締めてくださいよ。たくしゃねえな。笑いあり涙あり、ドタバタ人情 SF スゴロクが誕生。プレイステーションポータブル専用ソフト銀魂のスゴロク、1月24日発売予定。さらに今回スゴロクだけじゃなくてもう一本、ヌルヌルドラマメーカーというゲームがついてくるんです。そんなことしてっから開発費足りなくなるんでしょうが。ダメだよ、このゲームは計画的に作らなきゃ。俺とやり合おうっての。遊びてえならよそへ行きな。初回生産特典はカグラちゃんのおっぱいマウスパッド。ある。それただのマウスパッドじゃねえか。どういう意味だこら。正しくはオリジナルドラマ DC です。おめえら絶対予約しろよな。